試合しかない巨人戦でしたけども、残念、結果的にはまあ今日も負けました。今日はブルペンデーということで、ブルペンでこれから勝負しないといけないピッチャーを使っていったんですけど、他の目がやっぱりいいかなと。ボールも強い、ベースの中でゾーンの中で勝負できてるっていうのはやっぱりいい感じに受けたし、まあ本当に先発してもいいんじゃないかなくらいのストライクで勝負できる感じで見れたので、これからも中継ぎとして使っていけるだろうっていうのは、もう今日の投げた中ではまあ一番内容的にも良かったかな。結果的にやっぱりハマチのとこもそうだし、ノーアウトでフォアボール出して点数取られてるエラーもあったけども、そういうとこだよね。やっぱり追いついても追い越されてしまうっていう、このオープン戦の中のやっぱりノーアウトでフォアボール出しちゃうと何もなくしてもランナーどうぞっていう感じなんで、攻撃的に言うと何でもできる。バントできる、エンドランできる、もらったチャンスをもらったランナーなんで、その辺がちょっとこれからも課題のどこかな。その後はまあ、頑張って抑えているんだけども、そういうところのトップバッターをもっと大事にこう攻めるっていうところが大事かなと。中継ぎは特に、やっぱりトップバッターを大事にアウトしっかり取るっていうところが大事なんで、出してしまったじゃダメなのよね。それがこれからもそのピッチャー交代にもすごい影響するってところだよね。この左バッター来たら左ピッチャー。ベンチの中では左バッターを抑えてくれたら次右ピッチャー使うと、その左バッターにフォアボール出してもらうと、左ピッチャーがね、今日はそういうのはないんだけども、そういうことになって、一人ずつピッチャーを多く使わないといけなくなってしまうんで、その辺の出ていくピッチャーもしっかり自分の仕事をできるように、1イニングなら1イニング、1人なら1人、これがもう中継ぎの大事なところであるんで、今日投げたピッチャーはそれを頭に入れて、投げてほしいな。まあ、石井もこれから残っていくだろうけど、結果的にいいボールは投げてるんだけども、やっぱりそこでタイムリー打たれてるっていうのは、今年はキャンプも良かったって聞いてるんだけども、オープン戦に関して言うと、やっぱりタイムリーヒット打たれてるって、タイムリー打たれてるところにちょっと気になるかな。変化球で空振り取ってるんだけど、次のまっすぐをタイムリーされてるって、やっぱりバッターがまっすぐに合わせてきてるところにまっすぐ投げて打たれてる。それがファールになると、今日はボールが強いかなとか思うとこもあるんだけども、しっかり弾き返されてるとこはちょっと残念かなという。あとの最後の方はもう本当にルーキーとかその辺が投げてたんで、あまりまあ打たれたから抑えたからってあまりないんですけど、やっぱ最終的にはやっぱり打つ方も、最後に大山は出たけど、今佐藤がやっぱり見る限りなくゴロのアウトが多いっていうことはあんまり良くないかなと。まあ打球が上がらないのはやっぱりホームランバッターとしてはちょっとポイントがね、見る限りすごい近いかなって感じするのよね。だからこう打球が上がらない。そんな感じで見えて出た中では、まあヒットが出る中野と佐藤。中野は心配することないっていう本人も思ってる。ちょっと佐藤がキャンプがあんだけ良かったために今はこういう状況であるのはちょっと変だなっていう感じで見えてる。まあ本当に振るポイントが近いんで打球が上がらない。その辺はもうちょっと考えた方がいいんじゃないかな。いうような感じ。ゲームもこれで9敗目かな。0勝9敗になって、明日、明後日から遠征に行くんですけど、やっぱ外出て切り替えて、またまあ頑張って帰ってきてほしいと思います。そうだよね。やっぱ巨人戦はもうどっちもね、すごい巨人阪神と伝統と思ってるんで、まあ本来4万人も入るわけで、ここでちょっと今日は先発を使わなかったのはちょっと残念だったかなというふうには思うんだけども、反対にまあ高橋奎もね、ソフトバンクが出てきて、彼らしいピッチングができたかな。やっぱり遅いボール、速いボール、もうちょっと抜いたスライダー系のボールをほとんどタイミングが合わないで、まあ阪神のバッターは振ってるんだけども、彼も巨人の戦力になるんじゃないかなというふうに思うんですけどね。今日、真由美さんとテレビでやってたんだけど、まあ、アナウンサー、やっぱりカーブを覚えた時にフォームを崩してしまって、やっぱりフォアボール出して失敗したっていうのが、1年目、2年目ね、すごいいい成績を収めたんだけども、3年目、4年目はあまり良くなかったって巨人が取ったんですけども、今日のボール見る限りは頑張れるんじゃないかなというふうな、まあ、先発の4回だったと思う。そうだな。まあ、ボール高いけどね、もっと低くコンスタントに投げれる。まあ、みんなそうだけどね、今投げてるピッチャー、ストライクゾーンが高すぎる。だから、まあ、ちょっと高いのは詰まってもヒットになるっていうところが、今のピッチャーの低く投げきれないところが全般に言えるけどね、ボールが高い。今日だけじゃなくて、まあ、よそのチームもそうだけど、アウトローの低いところにコンスタントに投げきれてないピッチャーがすごい多いっていうのは目立つから。でも、馬場もね、巨人に行けてチャンスはいっぱいあると思うんで、頑張ってほしいなと思う。
俺に関して言うと、全員初めてです。石黒がすごいこうストライクゾーンに思い切って投げれてて、アウトローにもしっかりコントロールできてたし、今日投げた中では、岡田目の次くらいに良かったかなってイメージね、1チームだけども、ちゃんとストライクゾーンに投げ切れてたっていうのは、それじゃなきゃね、やっぱり2軍でもこう名前聞いたことないけど、そこまで投げれないと1軍に投げさそうっていうことはできないんで、人数いないからってわけにいかないんでね、それなりのボール投げてるから、今日それも巨人戦にね、使ったと思う。こういうのがね、本人のチャンスだからね、オープン戦だから人数いないからなくて、ちゃんと3人で抑えて、あ、使えるじゃんっていうのはコーチが見ていくわけだから。大山も、森下はまだ、ね、若いから、どんどん使わないといけないけど、昨日も言ったけど、あと5試合くらいになったら、全部そういう形で使っていくと思う。やっぱ調子を上げていかないといけないんで、悪いもんは。そうだね、これをね、前も何回も言うけど、ずるずるいく可能性はあるからね、本番になっても、7回、8回になって、あっと思って逆転されたりね。もう一回もうちゃんときっちり抑え中継ぎ使って勝つっていうのをやっていかないと、選手がこう自信なくしていくよね。その7回8回になったらどうっていう思いながら投げることも出てくるんで、早くそういう勝ちパターンでピシャッと抑えて流れに乗れたらっていう思うね。そうだな、簡単にタイムで打たれてるところもあるけどね、エラーもあったけど、結局フォアボール絡んだりそういうケースが多いんで、今年に関していくと、やっぱり阪神を倒せってね、5球団かかってくるんで、やっぱり気をつけ、締めていかないと、いつでも勝てるなんか思ってたら大間違いだと思うんで、みんなね、新聞社もみんな評論家も阪神のピッチャーいいいいって言うけど、見る限りではもうボールがみんな高いし、細かいこと言うとね、抑えてないし。そうだな。今日も、2ボールからインコース行って、タイムリー打たれたのかな。ツーボールからインコースってね、何回も言ってるけど、行く場所じゃないのよね。バッターはやっぱ近めに目線が近くなっていくんで、カウント悪いと。そこに投げていって抑えるったら結構厳しいと、ね。そんなとこがちょっとあるかなっていう。で、ずっともう帰ってこないんで、外でちゃんと勢いつけて帰ってきて開幕ってことになるんで、頑張ってほしい。